いろいろお借りしたものとか、なんかそのマジックに使えそうな道具とかね、一応用意しました。トミーの DVD とか、ロープとかお財布とかいろんなものがあります。これ何箱でもいいんですけれども、いろいろ用意させていただきました。そしてですね、今からやるマジックは予言のマジックですから、先に予言を書いておきたいと思います。先に予言をします。で、この予言は後でお見せしますので、ここに置いておきたいと思います。すり替えられないようにこのように見える状態に置きます。後でお見せします。さあ、ここからすぐいいですね。ではトランプを取ってください。さあ、じゃあこの選んでいただいた財布をもし予言してたら不思議ですよね。選んでいただいたのこれです。僕の予言はお見せします。なんと選んでいただいたのこれですよね。僕の予言もなんとこれあれ、こういうことじゃないですよね。そう、ちゃんと書いてあります。あれですよね。あれ、冗談です。辛くなる前に進めます。それ冗談ですね。もう一回確認しますよ。いろいろあるものの中から、最後はトランプとお財布になりました。で、トランプをやめてお財布を選んでいただいたんですね。僕の予言はなんと